はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけれども、非補佐人について解説いたします。で、まず、非補佐人ってどんな人かっていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、認知症でも、まあ、少し重め、だけれども、まあ、それほど重くないっていったイメージなんですね。重くもなく、軽くもなくといった中間の人っていったイメージです。で、法律上はどのように規定されているかというと、自利を弁識する能力が著しく不十分な人で、補助開始の審判を受けた人というふうに、まあ、規定はされているんですね。まあ、そのように定められています。で、まず自利を弁識する能力っていうのは、まあ、成年非後見人のところでも解説したんですけれども、まあ、何か契約を行った場合、その契約を行った結果、どうなるか、どんな義務が発生するのか、どんな権利が発生するのか、それが分かる能力といった意味合いです。例えば不動産を買ったというのであれば、売買契約を締結した、買い主として売買契約を締結したというのであれば、お金を支払う義務が発生しますよね。そういったことが分かる能力、これが自利を弁識する能力です。で、その能力が著しく不十分な方、まあ、これが非補佐人ですね。この著しく不十分っていうところは頭に入れておいた方がいいと思います。まあ、これは丸暗記で大丈夫でしょう。で、補佐開始の審判の請求権者。つまり、ある人がいて、まあ、この人が、ちょっとこれ、自利を弁識する能力が著しく不十分だなと、まあ、いうことで、その人を、ま、非補佐人にしたいと思ったとき、まあ、家庭裁判所の審判を受けなければいけませんので、まあ、それを家庭裁判所に請求しなきゃいけないわけですよね。で、請求できる人は誰かっていうと、本人ですね。まあ、自分自身がちょっと認知症進んできたなって思ったら、まあ、自分自身で請求するっていうことも可能です。また、この本人の配偶者ですね。また、四親等内の親族。これ、内が抜けていますね。四親等内の親族ですね。あと、後見人。または、後見監督人。あと、補助人。補助監督人。で、まあ、監督人っていうのは、まあ、それぞれの人を監督している人です。後見人を監督するのが後見監督人。補助人を監督するのが補助監督人。といったイメージで大丈夫です。あと、検察官ですね。まあ、こういった人が、補佐開始の審判を請求することができる。といった内容です。まあ、これはそれほど重要ではないけれども、まあ、覚えられたら覚えるぐらいでいいでしょう。で、非補佐人が行える行為についてなんですけれども、これは原則もう単独で法律行為を行えるんですよ。だからもうほぼほぼ多くの行為が自分自身でできるんですね。まあ、認知症進んでいるとは言うものの、まあ、めちゃめちゃ重いわけではないということなので、もうある程度自分自身でできますよ。ただ一定の行為については補佐人の同意が必要ですよとなっております。まあ、補佐人っていうのはこの非補佐人を保護する人と、まあ、いったイメージで大丈夫です。で、どんな行為については、補佐人の同意が必要なのかというと、例えば元本を領収する場合、例えば、お金を、まあ、貯金してたと仮定しましょうか。貯金をしてました。その貯金をしていた元本を引き出す行為とか。まあ、これは補佐人の同意が必要なんですね。で、これ注意していただきたいのは、利息を受け取る行為は OK なんですね。元本っていうのは、その元本から利息が発生するわけですよ。お金を生み出すわけですよね。だから、まあ、重要な財産っていう意味で、補佐人の同意が必要なんですけども、利息については別に OK だよっていうふうに、もうこれは覚えちゃっていいと思います。利息については単独で受領できますよと。非補佐人は単独で行えますよ。っていうことです。ここで一つお知らせがあります。弊社レトスの個別指導は、忙しくて時間が作れない方、暗記が苦手な方、そもそも勉強が苦手な方、そういった方でも無理なく、無駄なく、効率的な勉強法を実践することができ、たった6ヶ月で宅建合格を目指せるサービスとなっております。計画表の作成サービス、ワントゥーワンの計画の進捗管理サポートサービス、24時間365日質問し放題サービス、効率的な勉強法である理解学習を実践できる教材、これらを使ってあなたは周りの人よりもいち早く合格に近づくことができます。もし次の試験で絶対宅建合格したいそう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。
個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。また左上のボタンでも個別指導の概要動画を見ることができます。あなたの受講をお待ちしております。では動画の続きをどうぞ。で、二つ目が、まあ、借金をしたりとか保証人になったりする行為。この非補佐人が借金をしたり、まあ、お金を借りたりとか、あと保証人になったりする行為は、まあ、補佐人の同意が必要ですよ。また、不動産の売買、不動産の売買契約を締結する場合も補佐人の同意が必要ですよ。また、訴訟行為をすること、これも、補佐人の同意が必要ですよ。例えば、訴えの提起とかね、まあ、裁判をすると、まあ、いったイメージで大丈夫でしょう。で、あとは、贈与したり、あとは、和解とか、まあ、仲裁の合意とかもそうなんですけども、まあ、そういったものも、補佐人の同意が必要です。まあ、贈与をするっていうのは、この補佐人が持っている財産を誰かに無料でプレゼントするってことですね。まあ、それについては、補佐人の同意、保護者の同意が必要ですよと。で、あとは、相続を放棄したりとか、あと相続を承認したりする。これも補佐人の同意が必要です。つまり、この非補佐人の、まあ、ご両親が亡くなって、この非補佐人が相続をするといった場合ですね。まあ、その場合、まあ、相続放棄とか相続の承認するわけですけども、その場合も補佐人の同意必要ですよと。で、続いて、贈与の申し込みの拒絶。これは、相手方から贈与の申し込みがあった。つまり、例えば私がこの非補佐人にあげますよと、何かプレゼントしますよって言った場合、まあ、非補佐人は無料でもらえるわけだから、メリットがあるわけですよね。で、それを拒否すると、拒絶する行為。これについては、補佐人の同意が必要になってきます。これ拒絶することによって、無料でもらえるものがもらえなくなっちゃうと、まあ、いうことですよね。なので、補佐人の同意が必要ということです。で、続いて、新築したりとか、増改築をしたりする場合。まあ、非補佐人が自分自身で建物を建てようと思った場合。まあ、一般的には建築の請負契約を締結するわけですよね。この非補佐人が自分自身で家を建てるってことはせずに、建築会社に対して、建ててくださいってお願いするわけじゃないですか。まあ、その請負契約をするっていうことですね。まあ、そういった場合、補佐人の同意が必要ですよと。あと5年を超える土地の賃貸借。また3年を超える建物の賃貸借。まあ、賃貸借契約ってことですね。まあ、これについても補佐人の同意が必要です。で、最後ですね、非補佐人が別の制限行為能力者の法定代理人として1から9までの内容を行う場合。この場合も補佐人の同意が必要です。で、これちょっとね、ややこしいんですけども、これすいません。個別指導で解説させていただきます。個別指導の受講さんはテキスト載ってますので、そちらご確認いただければと思います。で、これらの行為については、単独で行えないわけですよね。非補佐人は単独で行えません。じゃあ、単独で行ったらどうなるのかというと、これは後で取り消しができるんですね。後で取り消しができる。誰が取り消しできるかっていうと、非補佐人、つまり本人できるんですね、取り消しが。自分自身で、例えば借金しちゃったよって言った場合も、自分自身でその契約取り消しってできるって話なんですよ。まあ、補佐人が取り消しできるっていうのはイメージできますよね。もうこの非補佐人の保護者なので、まあ、取り消しできるんですけども、本人も取り消しできますんで、この点注意をしておきましょう。で、補佐人の権限ですね。まあ、今言ったように補佐人は取り消しができるわけだから、取り消しできますよね。また、これ、同意もできますよね。これ、同意権持ってるわけですよね。なんで同意も回る。あと、追認する行為も OK です。つまり、こういった行為を行った場合、取り消しできるけれども、後で補佐人が追認するっていうのでもいいんですよ。まあ、例えば不動産の売買契約を非補佐人が勝手に締結しちゃったよと言った場合です。この場合、取り消してもいいし、内容を見て、あ、それであればいいなっていうのであれば、追認することもできるってことですね。補佐人が追認することもできますよ。っていう話です。で、代理権ですね。この代理権については、これは家庭裁判所による代理権付与の審判があった場合のみ、補佐人は代理権持つんですね。だから、こういった代理権付与の審判がない補佐人については、これは代理権持ちませんので、この点注意しておきましょう。で、これはですね、こう原則、非補佐人は単独でほとんどの行為ができるっていうわけなので、ほとんどの行為が行えるわけですよね。なので、あえてこの補佐人に代理権を与える必要性ってそんなに多くないんですよね。ただ、やっぱ必要がある場合もあるので、そういった場合については代理権の付与の審判、
会った人に対してのみ代理権はつくんですよといった内容です。この1から10の内容、これも意外と問われる部分なんで、しっかりですね、頭に入れていただければと思います。で、ここでもちょっとお伝えはしたんですけども、個別指導の内容については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひですね、理解学習をして、次の試験で絶対合格したいという方は、個別指導ご検討いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。